吉田忠友は、日本の政治家。立憲民主党所属の参議院議員。自治労、大分県職員連合労働組合委員長、大分県議会議員、県民クラブ幹事長、社会民主党政策審議会長、同党首、同幹事長などを歴任した。1956年3月7日、大分県月市生まれ。 大分県立鶴崎工業高等学校に入り、陸上選手を目指すも、膝の故障で断念し、進学に進路変更する。一年の老人生活を経て、九州大学農学部に入学し、卒業。大分県庁に、農業土木の技術職員として入庁。労働組合活動を通じて、自治労大分県職員連合労働組合で、初期長。 執行委員長を歴任。その後、国会へと転身した、重野康正の後継として、大分県議会議員となり3回当選。大分県議会では、決算特別委員会、福祉保健生活環境委員会、予算特別委員会にて副委員長を務めた。2003年には、大分県議会の、商工労働観光企業委員会にて、委員長に就任した。 また、大分県議会の会派である県民クラブにいて2008年により幹事長を務めた。2012年4月、社会民主党党首福島みずほと共に内閣府特命担当大臣中川正春からポジティブアクション導入の検討を求める要請分を受領2010年の第22回参議院議員通常選挙に社会民主党公認で 比例区から立候補し、同等の候補者の中では、福島瑞穂に次ぐ2位の個人票を集めて、初当選した。なお、大分県職老から、大分県議、国会議員になった経歴は、村山富市、茂野康政と同じである。社会民主党の参議院議員団においては、2010年より、参議院国会対策委員長を務め、2011年には、 参議院幹事長に就任するなど、要職を歴任した。2013年には、社民党本部の政策審議会長に就任した。2013年9月26日、同年7月の第23回参議院議員通常、選挙における、社民党大敗の責任を取る形で党首を辞任した、福島みずほの公認を決める、党首選への出馬を表明した。 同年10月14日、17年振りとなる党首選で、石川大河を破って、第4代党首に選出された。党首就任後、脱原発を訴える元内閣総理大臣、小泉純一郎と電撃会談し、意見交換を行った。2015年8月15日に在日本大官民、国民団主催の第70周年幸福節中央記念式典に出席した。 2016年7月10日に執行された第24回参議院議員通常選挙にて落選し7月14日に社民党党首を隕石辞任する意向を表明しかし9月1日に開催された社民党常任幹事会での遺留を受け入れて被議員ながら党首を続投することとなった2018年1月に予定されていた 社民党党首選挙には出馬せず、同年2月25日に、任期満了に伴い退任した。2019年7月21日に執行された第25回参議院、議員通常選挙に比例区から出馬し、当選。3年ぶりに国政に復帰した。この選挙における社会民主党公認候補者唯一の当選者だった。 2020年2月22日の党大会において、幹事長に選出された。吉田らは、立憲民主党との合流を模索し、同年11月14日の臨時党大会では、希望する党員、地方組織の離党と、立憲民主党への合流を容認する議案が可決。12月17日に、吉田は、離党して、立憲民主に合流する。政治を正すためには、 質的にも、量的にもしっかりした野党を作っていかなければならず、社会民主主義的な理念政策を立憲民主の中で広げていきたいと述べ、立憲民主党へ合流することを正式表明した。24日に吉田と副党首の吉川元は、社民党に離党届を、立憲民主党に入党届を提出し、いずれも同日受理された。 2021年10月31日の第49回衆議院議員総選挙で立憲民主党は議席を109から96に減らし11月2日、枝野幸男代表は演説辞任を表明。枝野の辞任に伴う代表選挙では大阪政治の推薦人に名を連ねた。ありがとうございます。